内閣は、陸軍大将、軍事参議官の桂太郎が、第13代内閣総理大臣に任命され、1908年7月14日から1911年8月30日まで、続いた日本の内閣である。1908年7月14日任命。在職日数1143日。 1908年7月14日任命、内閣発足当初。前政権の第一次、西恩寺内閣は、立憲政友会を政権与党として運営されて、いたが、政党内閣制を嫌う、反発長老の山形有友元老が妨害し、嫌気がさした西恩寺首相の主導で、内閣総辞職する。当時、西恩寺首相は、 反発の主催者でありながら声優会主犯の内閣を容認していた桂太郎前首相を信頼しており、言論会議の手続きを経ずして後継に桂を創生1908年7月12日に対名降下14日に組閣する。政権運営は第一次政権と同様議会対策は声優会の格外協力で乗り切り原高氏元内省が 桂首相との交渉で揺さぶりをかける。一方、長年衆議院第二党に甘んじてきた県政本党では政党再編の機運が高まり、その他中小政党と合同して1910年3月13日立憲国民党が結成されるが、原はこれらの政党との連携は否定的で、反発と声優会の二大巨党という体制は維持される。 1910年5月に大逆事件が発生。前、西恩寺内閣は赤旗事件での革命分子への対応の不備が引き金となって総辞職しており、山形元老ら反伐勢力は面目丸つぶれになる。原は、桂の政界引退を要求するようになった。1911年1月26日、月次西要件にて開かれた御参会に、 桂以下政権幹部、サイオン以下声優会関係者が一堂に会した席で、桂は上位統合演説を行い、サイオンへの政権以上を表明する。さらにその後、継続中であった条約改正交渉が完了するのを待ち、8月25日内閣総辞職。今回も言老会議は開かれず、桂の創生通りにサイオン総裁に対面降下。 30日に第2次、西恩寺内閣が発足する。ありがとうございます。